ミッション米はアメリカ海軍の護衛空母カサブランカ級の5番艦ミッション米は当初アバグマイナス59に分類されたが1942年8月20日にアクブマイナス59に艦首変更され1943年7月15日に再びクブマイナス59へと艦首変更された1943年12月28日に 合衆国会事委員会の契約下ワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で、寄港、1943年5月26日に、ジェームズ・マクドナルド夫人によって浸水する。1943年9月13日に、オレゴン州アストリアで海軍に引き渡され、同日ウィリアム・エルリース艦長の指揮下収益する。カリフォルニア沖での成長後、ミッションベイは十一月十五日に、 サンディエゴを出港し、パナマウンガ経由で東海岸に向かい、12月5日にバージニア州ポーツマスに到着する。戦乱声及び対戦任務が割り当てられたミッションベイは12月26日にヨーロッパに向けて出港、1944年1月14日にモロッコのカソブランカに到着した。2日後キロにつき、2月8日にポーツマスに到着した。 2月20日に陸軍の航空機及び人員を搭載したミッションベイはニューヨークを出港しインドに向かう途中ブラジルのレシフェ南アフリカのケープタウンに立ち寄り3月29日にカラチに到着するミッションベイは5月12日にポーツマスに帰還した5月28日に再びニューヨークを出港南アフリカへ向かう6月6日に カサブランカに到着し、2日後執行、6月17日にニューヨークに到着する。同日、ミッションベイは春節期に衝突し、修理のためポーツマスに向かい6月22日に停泊して修理を行った。9月8日にミッションベイは南大西洋に向けてポーツマスを出港した。9月20日にダカールで燃料を補給した後、 11月まで対戦作戦活動に従事し、11月25日にポーツマスに入る。ミッションベイは12月21日に次の任務に向けてポーツマスを出港し、1945年3月までフロリダ州、メイポートとグアンタナモ湾の間で訓練を行う。2月にミッションベイは従順洋艦クインシーと合流するためジブラルタルへ向かうことを命じられる。クインシーには、 ヤルタ会談に出席するルーズベルト大統領の一行が上官していた。ミッションベイはニューポートニューズに向かう途中で戦団を離れ、2月27日にバミューダに停泊。その後3月9日にポーツマスに到着した。北、大西洋での大戦任務を3月29日からドイツ降伏後の5月14日まで行ってニューヨークに停泊した。 ミッション米は7月19日まで東海岸を巡航しパイロットの訓練任務に従事した。8月2日にロードアイランド州クオンセットポイントに到着し、日本が降伏する8月15日まで東海岸での訓練任務を継続した。12月19日にミッション米は第16艦隊に配属され、ノーフォークを母校と指定される。ミッション米は任務を外れ。 翌年には予備役となる。1947年2月21日に大西洋予備役艦隊入りし、1949年11月30日までニューヨークに係留される。1955年6月12日にカウマイナス59に艦首変更され、1958年9月1日に除籍、1959年4月30日に ニューヨークの融合入社に売却された。ありがとうございます。